よく来たね、クラウド君、ティファ君。こうやって年に、どうだい？はい、実はティファ君な。本当ですか？ああ、その通り。自重での筋トレには限界がある。筋肉を大きくするなら器具の負荷が効果的だよね。ただおかげさまで器具は揃ってるんだ。それじゃ本題に入ろうか。頼みというのは他でもない、合宿場の周りで目撃されたモンスターを退治してもらいたいんだ。いいだろう、わかった。ありがとう。安心してトレーニングができる環境というのも筋トレには大事だからね。助かるよ。耐えろ、新戦意。超えろ、でかい。これ、乳酸。ここが踏ん張りどころだ。今だ、爽快服。くらえ、タンパク質。うまいぞ、プロテイン。負けるのスピル、振り切れ重力。次のステージに。みんな、筋肉の歌、行くよ。信ずる者は己の筋肉。流した汗に偽りなし。笑顔で今日もウサギ跳び。涙こらえてスクワット。それが我らの生きる道。さ、さっさと倒しちゃおう。楽しそうだな。そうだね、体を動かしたいって思ってたから嬉しくって。子供の頃とは別人だどんな子だと思ってたの？てっよっく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 っ沈め、暴れるぞ。終わりだ。やっ、やれる、仕上げだ。どけ、沈め。この頭だ、どけ。追い打ちだ。やっ、やれる。そこ、それ、じゃあね。やっぱりシンプルにステーキかな。どうした？あ、ごめん。筋トレの後ならどんな料理がいいかなって考えてた。セブンスヘブンのメニューはティファが考えたのか？前のオーナーからの引き継ぎと半々くらい。もっと食べておけばよかった。うん、食べてほしかったな。ないな、軍では許されない。実は私結構あったんだ。意外だな。でもほとんどなくなった。好き嫌い、スラムでも許されないからね。カニはどうなんだ？俺も嫌いだ。
狙う。やっ。暴れるぞ。そこへ散れ。散る。そこへ落ちろ。追い打ちだ。限界を超える。まだまだ届く。そこへ散る。塵となれ。一気に叩き込む。そこへ散る。ねえ、軍隊の食事ってどうだった？栄養バランスは考えられていたんだと思う。ただの味はクラウド顔。なあティファン、ん？子供の頃に食べていたものって随分贅沢だったよな。本当だね。ニブルヘインの食材も豊富だったし、料理人いたしね。コレルにある召喚獣の他にはアレクサンダーの知識が眠っているはずです。大昔、悪行により栄えていたコレルの大国が大仕掛けの巨人によって一夜越しに滅ぼされたと言われています。それがアレクサンダーだと言われています。これで召喚。
挨拶する？お？ありがとう。あの、もしかして先輩たちを筋肉対決で負かしたのってあなたですよね？え？おい新人、聞き捨てならないぞ。でも本当のことですよね？グヌー、ティファさんですよね？私ティファさんの噂を聞いてそれでジムに入会したんです。ああ、私だけじゃないんですよ。ほら、他にもこんなにいっぱい。アミナ君の言う通り、ティファ君のおかげで女性の会員がうんと増えたんだ。とても感謝している。ありがとう。そんな、私は別に。ティファさんは私の憧れなんです。それで、あの、私と腹筋勝負してください。アミナ君は君を目標に鍛え続けてきたんだよ。だから手合わせしてやってくれないか。そうだな、アミナ君に勝ったら報酬を上乗せするってことでどうかな。それ一体乳酸がたまらないのか。まだいけるのか。切れてやがる。ビューティフル。さすが殿、マッスルワンダフォー。認めちゃうね。もっと楽しむんだ。ただごとじゃないぞ。バッチリだよ。乳酸がたまらないのか。腹筋が歌っているようだ。恐れ入ったよ。もっと強くならなきゃ。やっぱりティファさんはすごいな。あなたもいい勝負だった。ティファさんは私のみんなの憧れなんです。その美しさに血の滲むような努力が見えるから
私も頑張らなきゃって思うんです。私なんて、うん、ありがとう、嬉しい。あのディバさん、よかったら私の師匠になってくれませんか？え、私？でも、ぜひ僕からもお願いするよ。ティファ君さえ良ければ、たまに顔を出して彼女を導いてやってくれないか？いいんじゃないか。私で良ければ、一緒に鍛えようね。はい、師匠！師匠だって悪くないかな。それじゃあこれ、モンスター退治の報酬。約束通り上乗せしておいたから受け取ってくれ。二人とも鍛えたくなったらいつでもおいで。